こんにちは、チョメです。今日はティッシュ RPG っていうのをやってみます。主人公の名前を入力してください。ティッシュですね。チョメにしとこう。チョメでよろしいですか？Y はティッシュ。5パックの上から3番目のブルーのやつが Y だ。Y、気づいたらティッシュに転生してもうた。ティッシュって、ほんまは人間が良かったけど、なってもうたんはしょうがないな。Y はこのティッシュ生を受け入れ、ティッシュ生を全うすると決めた。そう、Y にはやるべきことがある。こうして待機している間に考えたんや。前世で Y ができなかったことについて。それをなすためにきっと Y は生まれたんや。まあ、詳しくは後で話すわ。もうすぐ Y が使われる番が来る。ティッシュの箱の封印が解かれたら Y のティッシュ生の始まりや。青とかって最後まで残るよな。どうなんだろう。みんな色で判断するよな。どこにいる今。あ、上にいる。台の上。ゴミ箱やゴミしか入ってない。ほら、この左上にいる。このノートみたいなのは ?X キーでメニューが開きます。セーブはどこでも可能です。ティッシュは弱いので敵からは基本逃げてください。ボス戦はないのでレベル上げ不要です。酒ゲーかな？あ、かわいい。なんかメタモンっぽいよな。めっちゃ可愛い。アイテムは？なんもない。装備は何に装備してんだろう。ティッシュケースだけか。防御力3アップ。まあ意味ないって言ってたよな。スキルはなんだ？ティッシュイリュージョン。ティッシュをテクニカルに動かして敵を混乱させる。戦闘要素はあるのかな？服が入っとる。ワイが着ていけそうなやつはないな。こっちは？同じか。こっちは？これも服が入ってる。下着に潜り込んだ。大丈夫？何もないよな。よし。じゃあ出てみるか。お、なんか始まった。よし。まず、この家から脱出や。ティッシュが歩いてるところなんて人間に見つかったら大騒ぎやから見つからんように気をつけな。まあ、確かにね、めっちゃビビるよな。こう明かりとかあるけど。いるよ、人が。どうすればいいんだ、これ。右から行ってみるか。でも左って書いてる。キャーモンスターよ。捕まってしまった。え？誰に捕まったの、今。左手出てるから左に行かないといけなかった？この子を避けていくってこと？あ、ダメだ。ちょっともう詰んだぞ。わかんないぞ。話しかけたらもうダメだよね。あ、こっち向いたらダメってことか。なるほど。ちょっと考えてやるか。とりあえず、今左向いてるから OK。こんな感じか。この矢印は何なんだ？左行けってこと。あ、左が見れるってことか。今どんな感じかっていう感じ。なるほど。宝箱。ティッシュケース、プラを手に入れた。お、プラケースか。布よりの感情やな。機械よ。装備してみる？どこにある？ティッシュケース、プラ。意味あるのかな？これは？何もないね。ちょっと今日ね、ノイズゲートとか全部切って、原因だけにしてるんだよね。だから、ちょっとキーボードのとかもうるさいかもしれない。これわざと捕まって上から普通に行ってもいいよな。これいけるな。で、上向いた時に行けばいいんじゃない？こうやって。オッケー。いけたいけた。あ、ここでちょっとセーブしとこう。また見つかったらやり直したからな。こうやって見つからないように行くゲームや。なんかティッシュの言葉が映っちゃったけどな。この辺とかまで結構ギミック気になるけどな。あ、これも向いてるからこっち行って。これ隠れてる。左向いた時に行こう。右向いた。早くしてくれ。左向けんわい。これ、いけんでしょ？いける？いけるのはいけるか。ふぅ。ちょっとずつセーブしていこう。で、これも、こうやって、なんて言うんだろう。見れるってことだよね。入ってみる、これ。いや、もうこれいけるんじゃね？普通に。いけるよな。これ上は何なんだ？あ、上とか関係なし、こうやっていくって感じか。あ、これでまた見れるってことか。ちょっと危ねえな、これ。一直線でこっち見てるからな。これもダメだ。ちゃんと上を向いた時に行こう。よし、行くぜ。で、次のところに行く前は、こうやってセーブ。大事。左は何がある？宝箱だ。HP 回復薬。いやー、戦闘あるのかな。あの辺とか、壁とか、あ、出れたよ。よっしゃ、脱出成功や。とりあえず、道なりに進んでいくで。道なりなくなったんだけど。そういう道なりじゃないか。こんな感じか。うん、なんか、調べんでも良さそうだね、普通に。普通に進んでいけば良さそう。
お、のどかな音楽。ヤギがいっぱい。ヤギはやばくね。あれ、紙食べるんだよな、ヤギは。ティッシュも食べるんだ。やばいやばい。大事。セーブしとこう。左、あー、やべえ、ヤギがいる。でも見つかっても大丈夫だな。ただ逃げればいいだけだから。人間よりは、やりやすい。わ、これダメだろ、こっちは。だけど左目も気になるな。でも左目ってなんかあるんじゃね、アイテム。もう一回、あー、戻れんくなっちゃった。なんかありそうな感じはしたよな。ここは問題だよな。ちょっと当たっ、あ、戦闘になるんだ。いや、これはスキルは何？ティッシュイリュージョン。これちょっと使ってみるか。ヤギへ。混乱した。通常攻撃。あ、混乱させるしかないね。これ防御しとこう。あ、もう混乱終わったのかな？これ混乱させて、ヤギ自滅め、効かなかった？嘘でしょ。よし、混乱したぞ。これ防御しとこう。あ、当たんないか。自分に当たってくれ。オッケー。我に返った。もう倒せるでしょ、通常攻撃で。あ、でもミスとかもするんだ。ちょっと別のところにセーブしとくわ。積んだらいかんからな。3。ちょっとあの下のヤギが怖い。あぶねえ。ちょっとあの左下の宝箱も気になる。お前、やめて。これ逃走ってやったらどうなるの？逃げれる。いいね。逃げれる逃げれる。逃げた方が良さそう。HP 回復薬。まあよ、いいとして。ここで一回セーブして。いや、ちょっとぬるゲー化してるけどな、セーブとかしたら。わあ、黒いヤギは早いってことか。これは何？回復？もしかして。全回復した。おお、いいね。こういうの。あ、でもなんか、次のレベルまで30とかある。でも、最初レベル上げは不要ですって書いてあったから、レベル上げしないでいくよ。普通に行くよ。おい、あ、避けた。いや、もうこれ大丈夫。逃げられんでもな。全回復するから。なんかのどかだな。音もうちょっと上げた方がいいかな。音なんか大きすぎるかと思って下げたんだけどね、ゲームを。上とかはこう宝箱がありそうな雰囲気やで、ね。これどうせ HP 回復薬とかじゃないの？あ、HP 回復薬プラスだ。ちょっと変な動きすんな、お前。なんだその動きは。一回逃走してもええな。よっしゃ、当たらんかったぞ。よくよけ出たな。下とか、あ、これのんびり。のんびりなのに当たるんかい。ヤギ B。お花畑。お、ふう、なんとか森を抜けられた。このまま下の方向に進んでいけば、Y の目的地にたどり着けるはずや。とにかくそこまでしないように気をつけていくで。火山が見えるんですけど、あの火山大丈夫？とりあえず、おー、大丈夫か。行ってみるか。そこそこ活動してる火山。怖い怖い。回復薬しかねえな。これどうせ当たると思うからさ、避けていくよ。一応実況者としては一回ぶつかっとくべきなんだけどな。ティッシュケース、ステンレス、装備しよう。耐久性がある。装備しとこう。あ、まあ、でも防御力が上がるっていうのはいいよね。敵の攻撃のやつでな。こっちなんか変なのがおる。道がわかんない。まあ、適当にいろいろ行ってみよう。ほい。どうせ HP 回復薬とかしかないでしょ。他のところ行っても。これ結果が気になる。ちょっと待って。マグマ入ってみたいんだけど。ダメ？食らうんじゃねえ。あ、入れんか。そもそも。あ、ここも全回復のところがある。黒ヤギ。お、アップね。行き止まりになる。てか全然当たんねえな。これ何これ？マグマが道を塞いでるけど、耐熱性のケースを装備してダッシュすればギリ通れそうや。行ってみる？マグマ。2ターン耐えろ。スキル。防御。おー、耐えたぞ。だからさっきの装備してるからか。オッケー。これでいけるってことか。よっしゃ、なんとかいけたで。びっくりしたわ。よし、抜けた。よっしゃ、なんとか火山を抜けられた。Y の目的地はもう目の前や。結局敵に当たれなかったな。あそこで全回復する。こっちとかもセーブできる。まあね、敵が、どんな敵が出るかって気になる人は、遊んでみてください。こんなんあかんな。ちょっとロードする？ちょっとだけロードするか。戻るね。まあ、ここの敵はこんな感じです。ファイヤーゾー。燃えてるだけじゃねえか。あと、この子は。
ファイヤーカンガルー。めっちゃリアルだな。やっぱあ、こっちにアイテムあったな。HP 回復薬。まあ、こんな感じのね、敵、ファイヤーイモリとかが出ます。まあ、この回復薬は別にいいか。ロードして、また戻ろう。いや、やっぱ敵気になるからね。どんな敵が出るかな。お、ここで間違いないや。青い屋根の家を探すんや。村人がおるから見つからんようにな。わあ、これ厄介だな。青い屋根ないな。まあ、とりあえずこっち行ってみよう。セーブ大事。あ、今向いてる。オッケー、いけた。あったあった。ヒー、モンスターじゃー。下にいたか。じゃあ、こっちから行くか。あー、なるほど。ここにもおじいさんがいたか。下行けばいいのかな。青い屋根。あったあったあった。どこにいる？これも見つからんようにせんやいけんのかな。でも話しかけてみたいんだけど。ダメ？ダメだよね。見つかっちゃうよね。ああ、ここまで戻されるの。めんどくさ。ロードしたいんだけど、本当は。本当はロードした方が早いんだけどね。セーブしてるから。まあ、行きましょうか。花瓶みたいなのは？なんか通れそうだけどね。下向いた時に行くか。なんか、あれを取ればいいのか。簡単じゃね。今日からここが Y の家。Y の残りの人生はこの子のために使いたいんや。この子は前世で Y が気になってた子なんや。あ、前世人間だったのか。いじめられっ子みたいでな。友達一人もおらんで、よく犬や猫と話しとった。その時の話し相手になってた犬が前世の Y や犬だったのか。次生まれ変わったら人間になってこの子の友達になったろう思ったんやけど、この通りティッシュになってもうたってわけや。最初はがっかりしたや。だけどな、今はティッシュでもよかったと思ってる。ワイはこの子の涙を拭いてやれるんや。それはティッシュにしかできんことやろ。どんな形になってもできることはあるんやて。何に生まれ変わろうと無駄な人生なんてないんやて。ティッシュになってそんなことを学べた気がするわ。それから月日が経って Y の寿命もあと残り少なくなってきたけど、悲しくはない。不思議とすがすがしい気分や。あの子の役に立てて満足や。もう思い残すことも何もない。短い人生やったけど Y 幸せやったで。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。